青山大輝は、大阪府藤寺市出身の元プロ野球選手、宇藤左だ。大阪市立、辰巳東小学校3年生から、若いジャイアンツで野球を始め、4年生からは、ヤオフレンズに所属。藤寺市立藤寺中学校では、葛城 JFK ボーイズに所属し、3年時には、全国制覇も経験した。智弁学園高等学校に入学後は一年夏から、 背番号9でベンチ入り。奈良県大会準決勝の奈良大付属高校戦では1点ビハインドの6回から登板し、8イニングを0に抑えて、逆転勝ちに貢献した。決勝は中村翔吾要する天理高校と対戦し、1から14の大敗で、甲子園には届かなかった。1年秋から投打で主軸になると、2年の夏は奈良県大会決勝で3試合連続となる。 逆転本塁打を放ち、投げては9回に安打球奪三振の高騰で、甲子園出場を果たした。第93回全国高等学校野球選手権大会では、初戦の鶴岡東高校戦では先制タイムリーを放ち、投げても9回を1失点に抑え、甲子園初勝利。3回戦では、乙坂里氏、近藤健介要する横浜高校戦では4点を、 取られるも、9回に8点を取り逆転勝利。準々決勝の作新学院高校戦では1点ビハインドの4回から投げ、チームは勝ち越すも、青山が9回に打たれ逆転負けを喫した。第84回選抜高等学校野球大会では、初戦の早との高校戦で逆転タイムリーを打ち、九回に失点関東勝利を挙げるが、二回戦の関東一高校戦で、 中村優太と投げ合い1から2で競り負けた。3年の夏は奈良県大会準決勝でうねび高校に敗れた。甲子園通算5試合42回30奪三振、防御率2.36、打率320打数6安打、6打点。プロ死亡届を提出したが指名漏れとなった。野球部では同学年の中道勝士とバッテリーを組み、 他に2学年後輩に岡本和馬がいる。トヨタ自動車への入社後は、佐竹伊佐年や上杉義隆などの高等手がチームメイトだったことなどから、全国大会での登板機会はなかった。それでも、2015年のプロ野球ドラフト会議で、オリックスバファーローズから4巡目で指名され、契約金4000万円、年俸1000万円という条件で入団した。背番号は27。 2016年、ウエスタンリーグ公式戦で、9月中旬まで18試合に、登板。先発を中心に起用された関係で、3勝8敗、防御率5.34という成績ながら、チームの投手で最も早く同リーグのシーズン、最終規定投球回へ到達した。9月20日の対埼玉西部ライオンズ戦に、先発し1軍デビューを果たしたが、4回4。 失点という内容で敗戦投手になった。オフの10月12日に第1回 WBSCU-23 ワールドカップの日本代表に選出され、同大会では優勝を果たした。しかし、その後も一軍に定着することはできず、2019年のオフに戦力外通告を受けた。2020年5月15日、大阪府堺区。 七戸駅近くにスイーツショップ、ジェニー SI スクレープショップをオープンさせた。ありがとうございます。